大変厳しい、選挙結果だったと受け止めています。選挙戦を通じて、逆風の中、島根一区においては、これまでの選挙を上回るですね、圧倒的な運動量でありましたけれど、非常に逆風が強かったということで、候補者の人柄であったりとか、政策を浸透させることができなかった、そのように考えています。今回の選挙結果、厳しい結果をですね、重く受け止め、普段の改革努力を重ね、また日本が直面するさまざまな課題、一つ一つ解決をしていくことで、若干時間がかかります。そういった中でも、国民の皆さんの信頼をですね、回復できるように努めていきたい、そう考えています。それでは、幹事社の北海道支部から一部お願いいたします。今日の結果を受けまして、今後の政権運営への影響、どのように考えていらっしゃいますか。冒頭申し上げたように、非常に厳しい結果だと、このように考えております。そういった中で、自民党に対するさまざまな批判がある、これを重く受け止めなければいけない、政治の改革、党改革を進めている、同時に今、物価高の問題、また円安の問題、そして厳しさの安全保障環境、こういった課題もあるわけでありまして、しっかりと、それらに応えていくことで、率直に時間はかかると思いますが、国民の皆さんのですね、信頼をもう一度、回復できるように努めていきたいと思います。では勝田さんです。朝日新聞です。今回3つの選挙区全てで議席を失うという見通しになりました。で、選挙の責任者としてですね、幹事長、それから選対委員長、それぞれに今回の結果どのように、責任をどのように受け止めて、また今後責任をどのように果たしていかれるお考えか、それぞれお伺いください。今申し上げましたが、こういった厳しい結果になったことを重く受け止めなければいけない。そして、自民党に対して、大きな、厳しい目がですね、向けられている。こういったことを緊急に受け止めながら改革をしっかり進める。そしてまた、いろんな課題があるわけでありまして、それを解決することによってですね、信頼回復に努めていく。そして統制を回復していく。そのことに全力で取り組みたいと考えています。はい、今回の選挙について、特に島根については候補者を擁立した形での選挙戦となりました。私自身も現地に入り、一生懸命応援活動をしてまいりましたけれども、大きな結果になりました。本当に多くの方々に、もちろんご批判もたくさんいただきましたが、多くの皆様方に応援いただきました。有効コメントの皆様にもお力強いご支援をいただきました。そういう中でこういう結果になりましたので、この責任については、この重さを誰にも痛感しているとしています。今回のこの結果は、やはり国民の皆様からの信頼をいただけなかったということだと思いますので、しっかり信頼回復に努めていくということとともに、しっかり今回の選挙の結果を分析をして、次の選挙に備えていきたいと考えています。すいません、 NHK です。幹事長に伺いますけれども、はい、今回の結果を受けてですね、次の衆議院選、この選挙はですね、早期に行うのは難しいんじゃないかという声が、強まることも予想されますけれども、総選挙の時期について幹事長ご見解があれば伺わせてください。今選挙の結果が出たばかりであります。確かに厳しい結果でありましたけれど、もう少しこの結果をですね、しっかりと分析をしてみたい、そしてその上でどうしたら党勢のですね、回復につなげられるか、国民の皆さんの信頼回復につなげられるかということをまず考えてみたい、そんなふうに思っています。すみません、共同通信です。幹事長にお伺いします。今回の結果を受けて、岸田総理の求心力の低下という指摘もあるかと思いますが、幹事長としてどうやってこの総裁を支えていくか、今後のお考えをお聞かせください。非常に今自民党、厳しい状況に置かれている。こういう状況だからこそ、党がですね、
一致結束をして臨んでいく必要があるなと思っています。自民党も厳しい状況でありますけれど、日本が抱えている、課題もですね、様々なものがあるわけでありまして、そういった課題に党として、また政府与党でですね、一致して、一つになって対応していく、このことが何より今大切だというふうに考えます。よろしいでしょうか。それでは終了いたします。ありがとうございます。